正日清田正日清田1953年5月2日は、衆議院議員、新戸津川村長、地主、参議院議員、橋本聖子の王王子にあたる。山和国吉野郡南戸塚川村出身、奈良県氏族、正日老木の長男、1884年に上京し、成城学校、慶応義塾で学ぶ。東京時代には、三田の下宿で、 千脇森之助、矢野文雄、藤田も吉らと政壇を戦わせた。1890年に横浜商業学校を卒業した。その前年に、戸塚川大水害はあったのをきっかけに、戸塚川村民と共に北海道カバト郡に移住し、新戸塚川村を開いた。農業、山林業、木材業を営む。1903年には村長に選出され、 1907年には、北海道会議員に選出された。1920年、第14回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。5回連続当選を果たした。国政では、声優会に在籍し、財政通りとして知られた。その他、北海タイムス記者や、札幌毎日新聞社社長を務めた。訓参党局実賞受賞。宗教は神道。住所は、 北海道札幌市北三条西十一丁目、北海道カバト新新津川村、ありがとうございます。